こんにちは、清志町子です。浦仙家のお茶を教えています。今回はくず焼きを作ります。京都の夏の和菓子くず焼きを赤く仕上げ、茜雲を表します。冷やしていただくととっても美味しいです。また焼きたて熱々も美味しいですよ。この動画がいいと思ったらいいねボタンをお願いします。親指が上のマークです。それでは作っていきましょう。本くず粉 75g、 上白糖 150g、 水 400g、 食紅赤少々、上新粉適宜。本くず粉に上白糖と水を加え、よく混ぜます。こして約3分の1量分けます。1/3の1の方に食紅を加え、混ぜた後火にかけます。火加減は中火、混ぜ続けます。塊ができ始めたら弱火にします。透明感が出てきたら火を止め、鍋を水にあて冷まします。もう片方も同様です。中火でかき混ぜ、塊ができ始めたら弱火に、透明感が出てきたら火を止めます。生地を混ぜ合わせます。数箇所に少しずつ混ぜます。容器に入れたら平らにします。蒸します。水滴が落ちないよう蓋に布をかぶせます。火加減は中火、時間は10分です。濡れ布巾をかぶせます。約半日そのままにして冷まします。上新粉を振りかけます。四方に切り込みを入れ、取り出します。上新粉を広げ切っていきます。切り口にもまぶします。仕上げの大きさはお好みでどうぞ。最後に形を整え、まぶします。焼きます。
フライパンはテフロン加工など焦げ付きにくいものをおすすめします。温まってきたら火加減を調節、焦げないよう注意して上新粉を飛ばします。6つの面をまんべんなく、余った粉は取り除きます。残りも同様に。完成です。焼き印を入れます。よく熱した後、濡れ布巾に当てて押します。練る、蒸す、焼くという3つも工程があります。昔、水菓子は梅雨前に食べることが許されていませんでした。衛生上の問題です。殺菌、消毒のために表面を焼く工程ができました。牛肉やカツオのたたきと同じ理由です。衛生の良い今でも当時の名残として焼いています。焼くと風味も良くなります。面白かったらチャンネル登録お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。